おじょうと1997年6月13日生まれしゅうちゃんです。今日はまあ急遽決まった企画なんですけど、はい、この壁なんですけど、ちょっとめちゃくちゃいい幅で実はクワッドステップができるんですよ。急だね。でも本当に急、角度がえげつないですけど、だから滑る可能性は全然あります。はい、でこれで何をするかというと、もうクワッドステップでどれだけ進めるか勝負するっていう企画です。まあ例で言うと切るわけですよ。どれだけ進めるかっていう、結構いけそうだったね今の見てると。本番になって力んで落ちる可能性あります。負けっぱなしなんで、ちょっと壁との相性が悪いんで、なんとかします。はい、では行きましょう。ゴー。順番は負け越してる僕が決めます。はい、ちなみにこれは間違いなく高校が有利。高校で先行で差をつけて心を折るっていう作戦がいいと思います。僕はもう勝はそれを一歩超えればいいだけだから、ルールとしては着地したところがその人の記録になります。はい、はい、ケツとの勝負ですね。そうだね、ケツとの勝負。本当にちょっとやったけどケツマジで痛い。よし、行きましょう。やるぞ。はい、カーブがねちょっときついよね。だから一歩でかくしていっちゃうと結構カーブで終わる可能性は高い。そうあとはもうメンタル。多分この勝負は新吉さんがやったら間違いなく新吉さんが勝つ。一周してくるもん新吉さん。なるほど、一番上までいっちゃう。一番上までいっちゃう。絶対に心折る。いきます。どうぞ。うわ結構いくね。うわ結構いくね。うわ結構いったよ。でもやばい、マジでケツめっちゃ痛え。からだんだん幅がさ広くなってくるのよ。広いんだ。いったケツマジで僕の記録。めっちゃいったやん。ここめっちゃいくやん。これメートルで数えて。今メジャーたまたま持ってたんで測ったら記録 10m50 です。結構進んだね、この壁クワッドで。 10m50 ですか。 10m50。 それを超えろと。超えてください。次はショーの番ですね。緊張してきちゃった。10m って聞いたら緊張してきちゃった。意外といい記録が出たからね。結構早くいったもんな。結構早くいったね。俺めっちゃ細かくやっちゃうからさ疲れるんだけど。いった。はい、お願いします。お、早い早い。お、早いぞ。早っ。おお、負けた。よー負けた。いってー、ケツいてー。いやー、ショーの勝ちだこれは。やった。どうだった。勝った。めっちゃ気づいて。そうだよね、やっぱこっから広いわ。うん、広くなるでしょう。広くなった、すげえ。だってもうここで限界だった。そう。いやー悔しい。やった、やっと勝てたよ。ちょっと追いついたね。ちょっと追いつきましたね。何勝かは忘れたけど。ではエンディングに行きましょう。はい、お疲れ様でした。ガクガクです。いやでも面白かったね。面白いね、マジで面白かった。よかった、勝てた。勝てたね。今俺の記録で言うと3勝2敗1分け。ああ。勝は2勝3敗1分け。いや話したかった。いやいいね。はい、よかった。ではまたこういう勝負していきましょう。はい、バイ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 。おいいね。いいね。いい。綺麗。危ねえ危ねえ危ねえ。危ねえ。危ねえ。